スノーキーの FX 比較攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。トラッキングトレードの戦略と検証動画シリーズ、約1ヶ月ぶりですね、1ヶ月ちょっと空きました。で、シリーズ第56弾でですね、去年の12月15日スタートで、まあ1年と少し経過しました。はい。で、今回は戦略の変更はありません。そして動画の最後の方にタイアップキャンペーンに関する告知があります。ということでですね、前回動画投稿時点でですね、5ドル円、ニュージーランド円が急落して、口座維持率が 200% を確か割っていました。なので、トラッキングトレードを停止して、いくつかのポジションを損切り、はい、しました。でですね、まあトラッキングトレードを停止した状態ですと、ポジションと決済注文っていうのは残るんですよ。で、まあ新規注文が出なくって、新たなポジションは持たないっていう状態で、でですね、運用方針としては、はい、その後もしもですね、5ドル、ニュージーランド円が下落を続けた場合、口座維持率を見ながら、一部のポジションを損切りして対応していきますということをお伝えしていました。はい。で、まあ、5ドル円、ニュージーランド円の為替レートが回復しだしたら、どこかで一旦ポジションを全決済するかもしれませんともお伝えしました。でですね、まあ、トラッキングトレードが実質的に稼働していない状態なので、動画の更新頻度は落とすかもということで、まあ、実際にね、動画の投稿はせずに、ブログの方でね、週1更新はしていました。はい。ということで、稼働停止した戦略なんですけども、ブロードライトコースで、ゴードレンの、買いを合計2000通貨稼働させていました。はい。まあ、約17銭間隔で取引するっていう戦略ですね。はい。で、まあ、この赤で囲ったところが前回トラッキングトレード停止したところ、冷やしなんですけども、まあ、停止する必要あったのかなかったのかって昨日のね、ループイフダン動画でもお話したんですけども、多分まあ、強制ロスカットは免れていたでしょう。はい。ただまあ、それはやはり結果論で、このすごい勢いでですね、はい。ここをもし割り込んでいたらさらに、まあ、下落が、はい、下落幅がね、広がっていた可能性もあるので、まあまあ、結果論としては止めなくてもよかったんですけども、判断としては正解だったというふうにまあ、思っています。はい。で、まあ、この下落の一因がですね、5ドル、米ドル、はい、対米ドルで5ドルが売られていたっていうこともあって、まあ、そこがね、今ちょっとこれ、急反発しているんですよね。ここも5ドル円が、値を戻している理由の一つです。そしてもう一つ稼働していた戦略が、ニュージーランドドル円のロング。はい、これを、合計2000通貨、ポジション間隔は先ほどと同様に約17銭ですね。はい、こちらもですね、止めたのがここなんですよ。はい。まあ、止めなくてもよかったんじゃないかね。まあ、綺麗に反転していったんじゃない、していってますよねっていう話なんですけどもね。まあ、これ、まあ、前回ね、トラッキングトレードで大きな損切りをしたとき、米ドル円のロングで損切りしたとき、そしてその前ね、ユーロドルの、ショートで損切りをしたとき、あの時は、売買システム停止してポジションも全部損切りしたんですよ。ポジション全部もう、一気に解消したんですよ。で、今回は、売買システム、トラッキングトレードは止めたけども、ポジションと、注文は残しているっていうやり方をちょっと変えてみたんですよね。はい。で、まあこれ結果論としては、ここで止めなくてもよかったんですけども、まあここで、ポジション全部投げていたことを考えたら全然良かったなとは思います。はい。で、そのニュージーランドルの対米ドルでの値動きはこんな感じで、こちらもね、回復傾向になります。ただやっぱここなんか見ると、直近安値いってるんですよね。はい、もう。なので、まあ本当にやっぱり、はい、まあやばい状態だと私は思ったんですよ。で、今回の約定履歴の一部なんですけども、ちょっとね、小さすぎて、わかりづらいと思います。おそらくこれ、月曜日の深夜にブログ記事の方で載せると思うんですけども、特にね、やっぱニュージーランドドル円のスワップが結構大きいんですよ。ここ169円が決済損益、まあ、売買の損益なんですけども、169円。スワップ215円。スワップの方が多いんですよね。はい、まあ、こんなこともあるんで、まあ今ちょっと5ドル円よりもニュージーランドドル円の方が、トラッキングトレード、FX ブロードネットさんに関しては、スワップが高いのかな。はい。で、前回動画投稿時点ね、約1ヶ月ちょっと前の口座残高どれぐらいだったかというと、まあ、こんな感じだったんですよ。まあ、口座残高どうこうっていうところよりも、ご覧いただきたいのはこの実行レバレッジと口座維持率です。
で 200% 終わったから止めたって言いましたけども、まあ、188% でした。はい。で、実行レバレッジ27倍。まあ、これ、法人口座ので、なので、25を超えていても、まあ、はい、助かっていますけども、ね。はい。ということで、この時の含み損がなんと38万円ありました。38万円。それから、まあ、はい、約1ヶ月ちょっとですね。はい、まあ、この動画のタイトルにしてるんで、もう、ネタバレはしてるんですけども、はい、8万円になっています。まあ、30万円、まあ、29万いくら、1ヶ月ちょっとで、含み損減っています。という感じですね。で、まあ、ここですね、実行レバレッジがもう8倍ぐらい。で、口座維持率が 600% ということでですね、結構、このまあ、1ヶ月ぐらいでも、この口座維持率、実行レバレッジというとこ動くんですよ。で、まあ、今ちょっとね、話題になっているテント FX 業者のレバレッジ規制案ね、まあ、25倍を10倍になんていう、まあ、私からしたらふざけた案を、まあ、金融庁はちょっと示しているようですけども、そんな10倍なんてすぐ到達しちゃいますよ。はい、特にシストレ系はね。なので、やっぱりね、反対の声っていうのを上げていかないといけないかなと思います。ちょっと最後こんな終わり方になってしまいました。ということで、この後は告知です。トラッキングトレードが利用できます FX ブロードネットさんとスノーキーのブログ限定タイアップキャンペーンというのをやっております。タイアップ専用バナーからの新規口座開設と3万円以上の入金なので FX 取引はしなくってもですね、ブロードライトコースで、お申し込み口座開設された方は図書カード1000円分、そして、ブロードコース1万通貨コースで口座開設をされた方は図書カード3000円分がもらえます。これどちらか、で申し込んで、後で追加っていうことはできるんですけども、特典がもらえるのは一度きりなので、まあ、3000分が欲しいっていう方は、ブロードコースね。で、もう早く1000通貨で取引したいんだっていう方は、ブロードライトコースでお申し込みをされた方がいいかなと思います。この動画の解説欄に、そちらの詳細がわかる URL を貼っておきます。オンラインでの口座解説申し込みが可能となっております。ということで、今回トラッキングトレードに関する動画を、約1ヶ月ぶりに公開しましたけども、またね、新たにトラッキングトレードの戦略を稼働させましたらね、動画の配信ペース、また週1とかに上げていきたいとは思っております。ブログの方では、トラッキングトレード、そしてループ油断の、成績公開というのは週1ペースで行っておりますので、よければこちらもスマートフォン、タブレット、パソコンのお気に入りブックマークに追加をお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。